西洋医学には限界があります。頭痛がしたら痛み止めを飲み、血圧が上がったら高圧剤を服用し、冬場が近づいたらインフルエンザワクチンを打つことをやめない。だからあなたの病気は治らないのです。皆さんどうもこんにちは、本ようやくチャンネルの武見でございます。今回は医師であり東京大学大学院医学部客員研究員の岡部哲郎先生の、なぜあなたの病気は治らないのか、西洋医学の限界を解説していきたいと思います。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1限で医者はあなたの病気を治せないということ、2限で医者はこれらの病気を治せないということ、3限で病気を治すのに病名は必要ないということを解説していきたいと思います。それでは早速、1限の医者はあなたの病気を治せないから解説をスタートしていきましょうか。年をとっても若々しく健康的で、できるだけ長生きをしたい、そんな願望をお持ちのあなたに朗報でございます。適切な漢方薬を服用していれば老化のスピードを抑え、健康体を維持することが可能です。さすがに不老とまではいきませんが、何もしないよりも西洋医学の薬を飲み続けるよりも漢方薬を選び取り入れることで、長寿とアンチエイジングの実現に近づくのです。まず老化現象のスタートというのは老眼が始まる時だとお考えください。早い人だと40代を迎える頃から老眼の症状が出始め、近くにあるものが見えにくくなってしまいます。以後心臓や胃腸などだいたい10年周期で他の内臓の機能が弱まっていき、肺、脳、そして最終的に全ての内臓の機能がダウンします。そうして人は老衰に至るわけです。ですから長生きをしたいのならば、老眼になったことを自覚し始める前から積極的にアンチエイジング対策を取ることが必要です。放っておいたらあっという間に老化というのは進んでしまうんです。老化防止のためにまず意識していただきたいのは、脳の老化を抑制するということでございます。脳は全ての内臓をコントロールするという役割を担っておりますから、脳がおかしくなっちゃうと同時に内臓もおかしくなってしまうからでございます。特に危険なのは精神安定剤を飲んでいる人です。精神安定剤というのは脳の働きを抑えてしまう作用がありますから、寝たきりや痴呆症になりやすいんです。そうならないためには頭の体操をして脳を活性化させなければいけません。またそれに加えて脳のエイジングをブロックしてくれる漢方薬に頼ることもできます。西洋医学の薬はどこかが悪くなった時に飲むものですが、漢方薬は健康時に飲むことによって機能の向上やサポートの役割も果たしてくれるんです。ありがたいことに脳以外にも心臓、胃腸、肺、筋肉、骨など体を構成するあらゆる臓器や組織の老化を抑えてくれる漢方薬が存在するそうです。老眼の他にもう一つ代表的な老化現象として挙げられるのは血管の老化でございます。皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。50歳を過ぎたあたりから血管の内部に血栓ができやすくなります。その結果血管が細く狭くなり詰まりやすくなってしまう、これがいわゆる動脈硬化でございます。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞に直結するため、ほったらかしにしてはなりません。しかし安心してください、この血管の老化に対しても効果的な漢方薬があるそうです。血管内に分泌されるタンパク質分解酵素を増やしてくれるもので、50歳を過ぎてからそれを飲んでいれば血管障害を伴う病気にはまずならないと言われています。これらアンチエイジング系の漢方薬は個人個人の体の状態に合わせて多種類の生薬を組み合わせて調合されます。ですから原則オーダーメイドとなりますので、興味のある方は漢方内科や漢方薬局で相談してみてほしいと思います。漢方薬はもちろんアンチエイジングだけではなく病状の改善にも効果があります。さすがに万能ということはできませんが、西洋医学の薬では対処しきれない病気を治すことができます。漢方薬を飲み続ければ不調だったことがまるで嘘だったかのように体が元気になることもあるんです。一方で西洋医学の薬の目的は痛みを和らげたり、体に害を与える成分の数値を下げたり、症状が悪化するスピードを遅らせたりすることです。よくて現状維持なんです。
西洋医学は対症療法の医療であり、根本からその病気を治すことはできません。しかも新薬が次から次へと開発されていることを逆説的に考えると、それまで使われてきた薬は品質的に劣っていたということであり、常にベストの薬が作り出せていないということでございます。このような差が発生する要因は、医学そのものに対する両者の考え方の違いにあるんです。西洋医学の基本スタンスは、目に見えるもの、数字で証明できるものが全てとなります。ですから原因がわからない病気、原因が分かっても対処法が確立されていない病気を治療することはできません。良くならなくても、悪化するのを少しでも食い止められる方法があれば取り入れます。それが薬なんです。大した回復効果が期待できず、その上副作用のリスクも抱えているのが西洋医学の薬の実態であると著者は述べております。ですからその薬をいくら飲み続けても病気が治ることはありません。これに対し、中国の伝統医学である中医学は、年齢や性別、体型や体質などをトータルで見て、ベストな対処法を探っていくということを念頭に置いています。ですから西洋医学では、病名のつかない病気であっても対処することができ、その症状にマッチした漢方薬を飲み続けることで、症状の改善を図ることが可能だそうです。自分の病気は一生治らない病気だから、西洋医学の薬を飲み続けるしかないんだ。多少でも体が楽になるし、薬を飲むと安心する。今日からそのような考え方は改めていただきたいと思います。病気を治せない薬を飲み続けるのは百害あって一利なしです。あなたの時間、お金、体力がもったいないです。飲み続けて治る薬と治らない薬の選択を間違わないようにしましょう。ところで、病院ってすごく待たされるなぁと思いませんか？日本の病院は受付を済ませてから診察に至るまでの待ち時間が長いことで有名です。さらにそれに反比例する形で、診療時間が極端に短いのも大病院の大きな特徴と言えます。現在はネット予約の導入や厚生労働省によるかかりつけの医療制度の普及の促進など待ち時間対策は講じられてきておりますが、診療時間の短さに関しては今も昔も同じで変わりません。3分診療がスタンダードになっている病院がまだ多いというのが現状です。さて、たったの3分で何がわかるというのでしょうか。医療の生命線は問診です。本気で病気を完治させようと思う医療であれば、問診にこそ時間が割かれるはずなんです。あなたが通っている病院が3分診療であれば、すぐに通院をやめ、問診に時間をかける病院を探すようにしてくださいと著者はおっしゃっております。さて、たくさん待ってやっと診察してもらったのはいいものの、結局病名がわからない、原因がわからない、特に検査も異常がなさそうだで終わってしまった。そんな経験のあるという人が結構多いのではないでしょうか。中国の伝統医学である中医学には、未病という考え方があります。病名を特定できる病気の発症には至っていないものの、その一段階手前で体の調子が悪くなっている状態を指す言葉です。見た目におかしくなくても、体の調子が悪いご本人がおかしいと感じているのならば、どこかにその不調をきたす原因があるんです。それを放っておくと大きな病気につながるリスクもあるので、病気の進行を食い止めるために患者さんからしっかりと話を聞き、適切と考えられる処置を施す。それが中医学の基本スタンスでございます。これに対し西洋医学には、未病という概念はなく、原因が分からなければ病気扱いされません。中には検査結果に異常が見られないと病気ではないので安心してくださいと言い切ったり、その上さらにとりあえずお薬出しておきますねというような医者も存在します。そのような医者には注意が必要です。皆さんがもし漢方薬に興味を持ち、正しく服用したいと思ったら、漢方外来を掲げている内科医か、漢方薬局を経営している薬剤師のもとを訪ねるようにしましょう。西洋医学一本の医者は、医師国家試験の際に漢方についてほとんど勉強しません。一方、薬剤師国家試験には漢方に関する問題が必ず出題されますので、薬学生たちは西洋医学の薬のみならず漢方薬についてもしっかり勉強しているそうです。著者のように漢方を専門にしている医者を除き、漢方に関する知識は医者は薬剤師に遠く
及ばないそうです。それでは一言の内容をここら辺でまとめておきたいと思います。ちょっと難しかったかもしれません。ポイント1、若々しく長生きしたい人は老眼になる時期をめどにあらゆる臓器や体の組織の老化を抑える漢方薬や血管障害を伴う病気を防ぐ漢方薬などをうまく取り入れよう。ポイント2、漢方薬は未病を含め西洋医学の薬では対処しきれない病気を治すことができる。一方西洋医学の薬は良くても現状維持のままである。ポイント3、病名が分からなければ対処できない西洋医学に対して中医学は年齢や性別、体型や体質などを考慮した上で患者が訴える症状に合う漢方薬を作ることができる。それでは次2限で医者はこれらの病気を治せないということを解説していきたいと思います。さて2限ではがん、高血圧、高コレステロール、うつ病の治療に関するお話をしていきたいと思います。日本の医者によるこれらへの現状の対処法は最善の方法なのでしょうか。皆さんはがん治療と聞くとどんなものをイメージしますか。おそらくがんの三大療法と言われている抗がん剤、放射線治療、外科的手術のどれかを真っ先に思い浮かべたのではないかと思います。他にも免疫療法や遺伝子療法など様々な治療法が存在するわけですが、中でも近年注目を集めているのがホルモン療法と呼ばれるものになります。ホルモン療法は性別、症状別に応じたホルモン剤を投与することによってがん細胞の増殖を抑えることを目的としており、男性の場合は前立腺がん、女性の場合は乳がんに対して主に用いられます。ホルモンというとなんとなく自然っぽくて放射線のような科学的な治療法よりも体に優しそうだと思いませんか。しかしね、実際は違います。ホルモン療法は放射線治療よりもはるかに副作用が多いそうです。具体例を挙げ出すとたくさんあって長くなりますから、代表的なものを2つ紹介しておきます。男性の前立腺がんで最もよく使われる抗男性ホルモン剤のカソデックスというものは次の副作用を引き起こす可能性があります。夜間頻尿、貧血、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、腎機能障害などです。中でも夜間頻尿によって不眠症に陥ることは悩ましいです。十分な睡眠が取れずかえって体を弱めかねないんです。女性の乳がんに対してはタモキシペンというホルモン剤が使われることが多く、これを投与するとのぼせ、ほてりなどを感じる状態、いわゆるホットフラッシュを引き起こす場合があります。他にも無月経、月経異常、血栓症、子宮体がん、子宮内膜症の増加など重篤な副作用が発生するリスクがあります。このように男女ともにがんを治療するために体に入れたホルモン剤が求められてもいない悪い仕事をしてしまう、これが実態なのにもかかわらずホルモン療法を進める医者は多数存在するそうです。しかもその際に重大な副作用があることを知らされないケースもあるといいます。そのまま治療を開始して後に放射線治療よりもはるかに重い副作用に悩まされることになってしまうんです。ホルモン療法を行うとほぼ例外なく生活の質、QOL の低下を招くため、ホルモン療法は抗剤を考慮して慎重に選択するようにしなくてはいけないそうです。それではがんの次は高血圧の治療について解説していきたいと思います。血圧に関する正しい知識を持っている方はあまりに少ないそうです。現在は上が140、下が90を超えると高血圧と診断されますが、そもそも血圧の数値というのは1日を通じて上がったり下がったりを繰り返すものですから、血圧の高い低いに一喜一憂する必要はありません。上が140を超えたから高圧剤を飲まなきゃなんてすぐに薬に手を出すことは避けましょう。そのケースだと薬によって引き起こされる可能性がある副作用の方がはるかに危険であると著者は指摘しております。血圧は上の数値よりも実際は下の数値の方が重要であるということも覚えておいてほしいです。上が140を超えたからとあたふたする必要はありませんが、下が90を超えた場合はそれ以上上がってしまわないか注意をしてください。もしも下が110を上回ったら重症高血圧という扱いになり脳卒中が起こりやすくなりますので、その際は迷わず高圧剤を服用するようにしましょう。
また血圧は下げればいいというものではなく、下げすぎると発症率が上昇する病気も存在します。例えば上が85以下になると心臓疾患のリスクが高まる、下が70以下になると脳萎縮が起こりやすくなるといった報告もあります。そして血圧を見る際には年齢についても考慮する必要があります。人間は年を取るにつれて自然と血圧が上昇していくものですから、ご高齢の方が高血圧なのは自然なことです。70歳以上であれば上160、下100までは正常値と考えていただいて大丈夫です。さらに80歳を過ぎると高血圧の方と正常値の方を比べても脳卒中や心筋梗塞になる確率はほぼ一緒であるということが分かっているそうです。血圧を下げても死亡率の低下につながらないのならば、副作用のことを考えれば高圧剤はむしろマイナス要素にしかならないはずです。実際に高圧剤が必要なのは慢性的に高血圧状態にある方、あるいは下の数値が110を大きく上回っている方です。しかしそれでもあなたの年齢、血圧を測定した環境や状況などに目を向けず、数値だけを見てホイホイと高圧剤を処方したがる医者は世の中にたくさんいると著者は指摘しております。さて次は高コレステロールの治療に関してです。脂質異常症、つまりコレステロール値が高い状態が続くと動脈硬化が促進され、脳梗塞や心筋梗塞などが起こりやすくなるというのは皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。よってこれまで長らくコレステロール値が著しく高い場合は薬を飲んで数値を低下させることが最適解とされてきました。しかし2012年、ノルウェーの研究機関によりその常識は覆されました。男性はコレステロール値が高すぎても低すぎても死亡率は上がり、女性はコレステロール値が上がるにつれて死亡率が下がるということが発表されたんです。この研究チームが導き出した結論は、女性は更年期を迎えるとコレステロール値が上昇するため、中高年女性のコレステロール値が高いのは当然で、むしろ下げるべきではないということです。ところが日本の脂質異常症のガイドラインでは今もなお男女一律に扱われ、男女とも同様に対処するのが良しとされているんです。これに拍車をかけているのが、自らが持っている医学の知識や常識を最新のものにアップデートできていない医者の存在です。そのため患者さんに誤った情報を伝え、不要な薬を処方することになります。これが日本の遅れた医療界の悲しい現実だそうです。それでは次、うつ病の診察について解説していきたいと思います。さて著者はね、うつ病ほど誤診の多い病気はないと言っています。うつ病は心の病で、精神科や心療内科の専門領域だというのが一般常識でございます。医者は血液検査、CT や MRI 検査によって体に異常がない、つまり他の病気でないことが確認できた上で、倦怠感、不安感、疲労感、情緒不安定、不眠といった不調を訴えてくる人をうつ病と診断します。しかし見た感じが病んでいるようには見えなくても、うつ病にかかってしまっている人はたくさんおります。実はうつ病というのは精神面だけではなく、頭痛、めまい、肩こり、便秘、下痢、食欲不振など体の異常もきたす病気なんです。しかし精神科の教科書では、このような肉体の症状は仮のうつ病であるとされています。ですから西洋医学の精神科や心療内科の医者は、肉体面のうつ病の症状が出ている患者さんが現れてもうつ病とは診断をしません。多くの医者がうつ病の本質を誤解したまま誤診を続けているそうです。しかしたとえ精神面の症状からうつ病と診断された場合でも、西洋医学に解決の道はほぼありません。精神安定剤や抗うつ剤を飲んでも一時的に症状が治まるだけです。薬をやめては再発というループを繰り返し、完治は困難だそうです。薬の副作用も無視できません。薬によっては副作用が少ないものもあるんですが、使用量が多いとか使用期間が長いとなると話は変わってきます。よく見られる副作用は、おしん、吐き気、嘔吐などです。ひどい場合は不安、焦燥、興奮、敵意といった感情を覚えるようになり、
パニックに陥ったり攻撃的な行動に出てしまったりします。中医学ではうつ病は心の病気ではなく脳の神経系の細胞が障害を受けることでもたらされる神経細胞のシステムダウンと考えております。わかりやすく言うと脳の神経細胞が栄養不足になっている状態でございます。衰弱した神経細胞に栄養を運んで元気にさせることで神経伝達物質のセロトニンやノルアドレナリンの生成が促され体が正常な状態へと戻っていくんです。そのために中医学では漢方薬を使います。漢方薬は栄養を送り込む役割を果たしてくれるので神経細胞に負担をかけません。これに対し西洋医学の抗うつ剤は神経細胞を無理やり動かしてセロトニンやノルアドレナリンの増加をさせるように働きますので神経細胞にさらに負担を強いることになってしまうんです。このように同じ薬であっても全く違う働きをするんですね。中医学の熟練の漢方医はうつ病の症状や患者さんの体質に合わせてダイレクトに効果が出る漢方薬の組み合わせを導き出すことができるそうです。漢方ならばうつ病を治すこともできるそうです。そしてもう一つ覚えておいていただきたいことがあります。うつ病時にもよく処方される西洋医学の薬に睡眠導入剤などの精神安定剤がありますが精神安定剤は認知症の呼び水になりかねないということを忘れないでください。精神安定剤としてスタンダードなベンゾジアゼピン系薬剤は鎮静作用、催眠作用、筋弛緩作用により物忘れが激しくなったり動作が緩慢になったり筋力が低下したりすることから日常生活に影響を及ぼす可能性があります。うつ病に限らず医師の指示により薬をたくさん服用している方は多いかと思います。特に高齢者の中には複数の薬を併用して飲まれている方が多くいらっしゃると思います。異なる医療機関に通い内科や整形外科などを掛け持ちしそれぞれで様々な薬を処方される。薬の飲みすぎは体に良くないと自分では理解していても医者に飲めと言われているからそれらをしっかりと管理し用量や用法を守って飲む、不安だから飲む、そんな方がおそらく大半を占めていると思います。しかし著者はその考えはもうやめましょうと言うんです。高齢者は腎臓や肝臓の機能が低下していて体内に薬が蓄積されやすいため薬の飲みすぎにより薬剤起因性老年症候群という症状を引き起こす可能性があるんです。そうなるとめまい、うつ病、不眠症、物忘れ、むくみ、便秘などに悩まされることもあります。中医学では例えば不眠症の原因は五臓六腑の異常にあると考えます。異常のある場所は人によってそれぞれですからどこに異常の原因があるのかを突き止めてから治療をスタートさせるというのが基本です。不眠症の時はこの漢方薬というようなマニュアルは存在しません。同じ不眠症でも寝つけないケース、途中で頻繁に目が覚めてしまうケース、途切れることなく眠れても早朝に覚醒してしまうケースなど様々なタイプがあります。原因となる五臓六腑の病態も異なります。しかしその原因さえ分かればその原因に対応する生薬を飲むことによって不眠症は瞬く間に改善されます。漢方薬にも副作用は存在しますが飲み続けて認知症を引き起こすようなことはありませんので同時に多種多様の薬を飲まれている高齢者の方とりわけその中に睡眠導入剤などが含まれている方はすぐに西洋医学の薬から漢方薬に切り替えることを著者はお勧めされております。それではこの辺で2限の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、安全そうに見えて放射線治療以上に副作用が深刻ながんのホルモン治療、必要のない高圧剤やコレステロールを下げる薬、患者にデメリットを説明せずに治療を施したり患者に誤った情報を伝えて不要な薬を処方する医者には気をつけよう。ポイント2、漢方薬はうつ病を治すこともできる。西洋医学のうつ病の薬は一時的に症状が治まるだけであり完治は期待できない。副作用も多く神経細胞にさらに負担を強いる形となる。また精神安定剤は認知症を招く。ポイント3、
高齢者は腎臓や肝臓の機能低下により体内に薬が蓄積されやすいため、薬の飲みすぎから薬剤起因性老年症候群という症状を引き起こす可能性がある。複数の薬を併用して飲まれている人で、特にその中に睡眠導入剤などが含まれている方は、すぐに西洋医学の薬から漢方薬に切り替えることをお勧めする。それでは次、ラスト3言で病気を治すのに病名は必要ないということを解説していきたいと思います。日本は長らく医療イコール西洋医学が常識とされてきましたので、医療関係者以外の人々にも全く同じ感覚が植え付けられてしまっております。例えば一言でお伝えしたように、西洋医学では症状の原因を特定し病名をつけることができない限り病気と診断されないんです。病名がなければ病気じゃないと考えるのは患者さんも同じですから、病名が判明しないと不安になります。原因不明の難病で死の危険性もあるのではと、ネガティブな方向に考えてしまう人も多いでしょう。できるだけ大きな病院に行って精密に検査してもらい、そこでダメならもっと有名かつ大規模な病院に行って病名を調べてもらおう。このような行動を取る患者さんを著者はこれまでたくさん見てきたそうです。そこまで病名にこだわるのは日本の医学界がそうさせてきてしまった一面もあるので、仕方のないことなのかもしれません。でもそれは今日でおしまいにしましょうと著者は言うんです。当てのない病名探しの旅は無意味以外の何者でもないんです。この行為に心当たりのある人はここで一度冷静になって考えてみてほしいんです。大切なのは病名を特定することでしょうか。いやいや、あなたが体の不調を訴えているという事実と、それを治す方法を探すことですよね。そもそも不要かもしれない検査に時間もお金もかけることになり、一番困るのは検査を繰り返すと体にどんどん負担がかかってしまうということでございます。仮に病名を特定できたところで、その病気が治るとは限らない。対症療法しか講じられない西洋医学ならなおのことです。ですから病名探しの旅はやめて、あなたが抱えている体の違和感、感じている症状についてしっかりと時間をかけて問診してくれる医者探しの旅をしてください。親身になって相談に乗ってくれる医者、病名が定かにならなくても効果的な治療法を考えてくれる医者、探せばきっと見つかります。西洋医学の世界にもそんな患者さん思いの医者は必ずいるはずだと著者は言います。しかし病名を特定できないような症状の病気である場合、どんなに患者さん思いの医者でも西洋医学ではその病気を治すノウハウを持ち合わせていない可能性が大いにあります。そんな時強い味方になってくれるのが未病にも対応可能な中医学の医者です。中医学は最初に時間をかけて問診することが前提の医療ですから、患者さんが納得いくまで話を聞いてくれるでしょう。たとえそこで病名がつかなくても、その症状を取り除くことができる治療法を導き出せるケースがほとんどだそうです。病名がつかないと治療を始められない医療と、病名がつかなくても治療を行える医療、今日からあなたはどちらを取るのか自分で選択することができるようになりましたね。さてここまで西洋医学の限界をテーマに、西洋医学が抱える弱点や問題点、中医学にしかできないことなどをお話ししてきました。中医学といえば漢方といったぐらいにしか思っていなかったあなたも、中医学の利点や西洋医学との違いが伝わったでしょうか。誤解しないでいただきたいのは、西洋医学が中医学よりもただ劣っていると言いたいわけではないことでございます。最後に著者はこのように主張しております。病気が感知する方法があるのなら、どんなことでも取り入れるべきである。この世に存在する全ての医学の知識や技術を総動員してベストの医療の実現を目指すのが我々医者に課せられた使命であると確信していると。今は東西で隔てられている医学ですが、これからはそれぞれのいいとこ取りをしてハイブリッドを築く時代になりそうな気がします。漢方薬に関しては怪しい、効かないという誤解や偏見はこれからは持たないようにしてください。この病気にはこの漢方薬という日本漢方の方式ではなく、個々の性別、体格、体質、体調、病気の症状に合わせ
オーダーメイドで処方される本物の漢方を一度体感されるとわかるでしょう。漢方薬は信用できる上によく効くんだと、確実に世界観が変わるはずです。これらのことを著者が自信を持って言えるのは、西洋医学と中医学の両方を学んできたからこそでございます。治療を受ける側の皆さんも、これまで抱いてきた医療に対する常識を改めていきましょう。それでは3言の内容をここら辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、重要なのは自分が患っている病気の名前を知ることではなく、あなたが体の不調を訴えているという事実とそれを治す方法を探すこと。そのためにはしっかりと親身になって時間をかけて問診してくれる医者を探すこと。ポイント2、中医学の医者は病名がつかなくてもその症状を取り除くことのできる治療法を導き出せることがほとんどであり、西洋医学の医者は病名がつかない症状に対するノウハウを持ち合わせていない可能性が大きい。ポイント3、漢方薬は信頼ができ効果がある。オーダーメイドで処方されるあなたの目的に合った本物の漢方を体験してみよう。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。